今から200年前、沖縄に伝説の空手家あり。その名は紅宗次郎。宗次郎の拳は強烈無比。どんな相手でも一撃で命を絶たれたという。紅空手、中国薩摩も恐れた必殺の空手。宗次郎の強さは世界中で語り継がれる伝説となり、宗次郎の黒帯もまた伝説となった。そして今、宗次郎の黒帯を受け継ぐ者がいた。紅達也、宗次郎の血を引く男。今、達也の黒帯に危機が迫る。田川修、世界に轟く紅空手を我が物にしようとする男。娘たちを人質に取った田川、その目的はただ一つ。やれ、黒帯を奪え。これが紅空手、守るための空手。達也の怒りの一撃が田川の体を貫いた。殺された姉、紅彩花。連れ去られた妹、紅夏樹。目の前で持ち去られた紅宗次郎の黒帯。物語はここから始まる。
今度は池上さん、お疲れ。支配人、お疲れ様です。ちょっとインフォメーションデスクに入ってくれないかな。ここは僕が対応するから。はい。空手だよ、空手。しょうがないよ、いいことしたんだから。でも空手やってることバレちゃったね。なんか写真撮ってる人もいたし、支配人まで盛り上がってたしね。困る、本当に困る。とにかくあんま知られたくないんだ。あのさ、言いづらいんだけど、お父さんのこともあるし、空手やめちゃえば。やっててもいいことないじゃん。そうだね、いいことないね。でも空手やってる時だけお父さんと一緒にいる気がするんだ。申し訳ないんですけど。はい。でも、はい、わかりました。では少しだけ。場所はどちらですか？はい、わかりました。失礼します。なんだって？やっぱ
かりもさっきのことがネットに上がってるみたい。スーパー空手少女ひったくりを撃退だって。マジ最悪じゃん。それでね、さっきのお客様に空手の道場やってる人がいて、そこの道場に特別参加で合宿に参加してくれないかって。そんなの断ればいいじゃん。断ったよ。でも支配人がどうしてもって言うからオッケーしちゃった。え、大丈夫なの？まあ少しだけ顔出すよ。息も一緒に来てくれるよね？え、いやだ、空手とか格闘技とかさ。分かった。ロシア北部のテロ組織から武道指導員も2名、 CIA からは1名要請されています。それとショーですが、中東で素晴らしい働きを見せたそうで、来年も来てほしいと依頼が来ています。ショーか。倍の金額にしろ。かしこまりました。あとキースをぜひとも欲しいという依頼が南米から来ています。ヒースはうちの責任者だ。外へは出さない。ですが先方はいくらでも払うと言ってきています。くれない空手の無限の価値か。だがダメだ、別のやつを推薦しろ。かしこまりました。会長に礼。おっ、Karate is for killing,
must kill your enemy. Oath! You lose, you die. これは見物だ。アメリカでのヘマのお仕置きタイム。死んだんじゃないか？最近、子供の需要が急激に高まってきています。この子たちは外見はまだ幼いですが、高度の格闘技術を身につけています。殺人の英才教育。はい。誰もこのような子供たちを警戒しません。その分、ビジネスの幅が驚異的に広がります。当然だ。10年かけたプランだからな。キースによると、本格実用も間近だと。わかった。進めろ。かしこまりました。片稽古か。臭い。やめさせろ。最新の技術を叩き込むんだ。先日お話しした事業の拡大についてですが。なんだ。うちが世界の軍需マーケットでこれだけの事業を展開できるのは、田川会長が伝説の武道の達人紅宗次郎の正当後継者であるということ、そしてそれを証明する宗次郎の披露日がここに存在するということが強烈な売りになっています。拡大のスピードを早めろ。紛争地域、戦争地帯、政治闘争、個人的な理由の依頼も金が良ければ受けろ。とにかくスピードが命だ。はい。でもあれですよね、空手だの武道だのが世界でこんなに金になるなんて全く想像しませんでしたよ。日本人は空手なんて安全なスポーツだと思ってますからね。空手や武道がお金になるわけではありません。紅宗次郎の名と彼の黒帯があるからこそビッグビジネスになるのです。その通りだ。
よくやってるな、キース。よし、来週アメリカから来客があります。戦いのデモンストレーションと会長の通訳をお願いします。下がっていいぞ。よし、教えてやりたいよ。今何と言った？はい、何も。キースに何を言うって？いえ、申し訳ありません。ここへ来い。私をこんな体にしておいて偽物をつかませるとは、どこまでコケにするつもりだ。武藤。はい。必ずどこかに本物があるはずだ。探し出せ。はい。紅汚みの親戚、演者、それにつながる武道関係者も全て調べています。本物の宗次郎の黒帯さえあれば私は完璧だ。どんな手を使っても手に入れろ。はい、実はその件についてご報告があります。横浜の映画館で数人のひったくり犯をバイトの女子高生が空手で撃退したそうです。池上彩香さん18歳、横浜出身、実は空手の達人。
18歳で達人になれれば世話ねえぞ。この蹴りは本物だな。もう一度読みます。池上彩香18歳、横浜出身、実は空手の達人。お気づきになりませんか？何が？池上彩香、彩香。はい、紅達也の長女の名前が彩香です。字も同じです。偶然でしょうか？何が言いたい？まさかこいつが紅の？いや、娘は死んだはずだ。だがもし生きているとしたら18歳くらいか。紅の娘が生きている。信じられん。だがこいつが本当に紅の娘で、しかも宗次郎の黒帯を持っていたとしたら、もしそれが世に出たら私たちはおしまいだ。この娘をすぐに調べろ。今すぐだ。はい。本当に大丈夫？うん、大丈夫。引き受けたからにはちゃんとやる。お父さんの空手を知ってもらうのもありかななんて。そっか、うん。皆さん、ご存知のように先日私の目の前でひったくり二人組をあっという間に撃退されたスーパー空手少女池上彩香さんです。いやー、同情生がどんどん減っていく中、池上さんのような可愛らしい女子高生が空手をやっていてくださると、本当に空手のイメージアップですよ。なあみんな。それでは池上さん、みんなに試合に勝つためのヒントなんかを教えてやってくださいませんか。皆さん、はじめまして、池上彩香です。今日はよろしくお願いします。あ、こんな格好ですみません。空手は父に教わりました。もうだいぶ前に亡くなってしまいましたが、父は言っていました。鍛え抜いた突きや蹴りは日本刀と同じ、触れた瞬間に切っている。それほど危険なものだ。だからこそ絶対に戦ってはならない、使ってはならない。
ただし、何か大切なものを守らなくてはならないとき、そのときだけは勝つか負けるか命を懸けて戦う。その戦いは一生に一度で済めばいいし、一生に一度もなければ最高の幸せだと。へえ、戦わないのが幸せ。はい、空手は守るための武道です。その証拠に、空手の型は全て受けから始まる。攻撃から始まる型はない。それが父の教えです。手っ取り早く試合に勝つテクニックとかないんですか？ちょっと、父は本当の空手を身につけるには最低20年はかかると言っていました。手っ取り早い方法はないと思います。うんちくより何か技を見せてほしいな。なあ、すいません、少しだけなんで技を見せてやっていただけませんか？でも。そうだ、話はいいから何か見せて。でも型とか勘弁。まさかナイファンチとか。早く帰る。お呼びした私の立場もありますんで、何とかお伝えできませんでしょうか？わかりました。おっ、ありがとうございます。早く、大丈夫なの？皆さんお静かに。池上さんが技を見せてくださいます。おっ、じゃあそれを。それともう一人、あとボトルをもう一本。じゃあ始めます。すごい、まさに女ドラゴン。全員ぶったまげですよ。あれか、紅彩香、本物かな。試してみるか。それもしかして空手？なんだ君たちは。俺たちと組手してくれない？君たちね、空手は一撃必殺の格闘技だよ。子供の遊びじゃないんだよ。え？一撃必殺？すごそう。教えてもらいたいな。俺が怖かったらこの子が相手するけど。やっちゃえ。
奴ら。綾香やめて。ほっとけないよ。なんで。守るのが空手だから。やるんだ。大丈夫かよ。これが紅彩香。どうして彩香の本名を知ってるの。本物なんだ。じゃあ本気出さなきゃな。やはり紅彩香でした。紅達也の娘です。バカな。生きていたのか。本当に生きていたのか。じゃあその子が宗次郎の黒帯を持ってる可能性が高い。いや、そうに決まってる。家に乗り込みましょう。いや、本物の黒帯が見つかっても娘が生きている限り安心はできん。始末しろ。だったら家に乗り込んであの女をぶっ殺して黒帯を奪いましょう。あなたバカですか。そんなことしたら殺人事件よ。大騒ぎになるわ。うまくやれ。頭を使え。私の名前知ってた。紅彩香って言ってた。うん。だって8歳でミキの家に来てから10年、紅の名前なんて言ったことない。沖縄にも一度も帰ってない。空手のことだってずっと隠してきた。親戚にも誰にも言ってないのに。私警察に電話する。これってなんかマジで危ないような気がする。だってあいつら普通じゃなかったもん。警察に何て言うの。空手の練習で子供たちに襲われました。相手は私の本名知ってましたって。相手にされないよ。
誰にも知られずに宗次郎の黒帯を手に入れ、同時に娘の命ももらう方法ですね。You lose. You die. あいつを使え。さくらだ。紅彩香と会ってるんだろう。今度は黒帯を奪いに行かせるんだ。しかしさくらは。だからいいんだよ。空手は守るためのものだって言ってた。は？何言ってんの？誰かに聞かれたらマジで殺されるない。宗次郎は伝説の達人だ。お前たちのご先祖様、その血を引いてるお前たちはきっと強くなる。大切な人、大切なものを守るために強くなるんだ。
った。どうして私の名前知ってたの？紅宗次郎の黒帯？知ってるの？空手は殺すためのもの？それとも守るためのもの？これが紅の構えだ。絶対に忘れない。この構えをする人がいたら味方ということを意味して、狙われてるよ。はいはい、わかりました。どうした？やはり紅彩香は宗次郎の黒帯を持っています。そうか、あの娘が黒帯を、本物の宗次郎の黒帯を。そして紅彩香ですが、さくらが自分の妹だと気づきました。おそらく何？それやべえじゃないか。問題はありません。なんだと？姉妹の劇的な再会か。いい話だ。これから揃ってぶっ殺される前に
せいぜい盛り上がっとけ。黒帯が手に入り、紅家の血筋を断絶する。これで名実ともに田川会長が紅宗次郎の正当後継者です。もうすぐ黒帯が私のものになる。紅宗次郎の黒帯が。お互いに呼吸を合わせて、相手と同じ動きをする。はい。呼吸を合わせる、気を合わせる。それが気合だ。はい。はい。気合制覇。始め。この気合は出ないけだけのものだ。呼吸で体を引っ張れ。昔の武術家たちは構えで敵味方を判断した。だからこの構えをする人がいたら味方ということを意味して。いいな。黒帯は手に入れたか。失敗したのか。分かってるよな。勝てる相手じゃない。死にたければ負けろ、生きたければ倒せ。
何があった？紅の血が目覚めたか。教えて。私は。私は誰？気づいてるんだろ？お前は紅夏希、紅彩香の妹だよ。妹？お前の父親も俺たちが殺したよ。伝説の黒火を奪うためにな。10年前だ。その時にお前も連れてきた。金になる。戦う人形にするためにな。私は人形じゃない。人形だよ。10年間それだけを教えてきたんだからな。殺すための空手をな。違う！やるthank you.
よく来たな、くれない綾香。夏希を返して。夏希？はあ、さくらか。なかなかの腕だろ。俺たちが10年かけて仕込んだんだからな。早く夏希を返して。黒帯はどうした？ここにあるよ。でも渡さない。なんだと？バカだね。黒帯を渡しても渡さなくてもどうせ殺されるのに。あなたと一緒にね。キースに殺されるわね、確実に。あなたもお姉ちゃんが殺されるところじっくり見るのよ。夏希、聞こえる？お姉ちゃんが助けに来たよ。一緒に帰ろう。うるせえ！
ちゃん。来たか、くれない綾香。夏希はどこ？キーオッ！
ついに揃ったな。紅彩香、紅夏樹。姉ちゃん、あの人が。父の命を奪った男、その後の人生をめちゃくちゃにした男、紅から手を怪我した男、私は、いや、私たちは絶対に許さない。待て、キース。今手に入れれば同じことだ。おう、アラヘル。何する気だ。こんな体の俺を殺さないよな。え？さくら、
10年間育ててやった俺よ。ひどいことしないよな。え？